今大山は天に帰った。天上天下縦横無尽に空をかけた竜のごとく、大山は世界をかけ、そして天に戻ったのである。頭は低く、目は高く、口通信で心広く、孔を原点として他を生きる、を極真精神とする。突然の訃報が全世界を駆け巡った。極真1200万人の門弟が心の支柱を失った悲しみに涙した。密葬、そして極真葬には武道会のみならず政財界からも6000人を超える弔問客が訪れた。今、大山は神になる。ゴッドハンド大山抹殺が本当の神になる。その瞬間を人々は見届けたいと思ったに違いない。